貯金と給料をすぐ2倍にする方法もだんだん後半に差し掛かってまいりまして、9回目ですね。給料が2倍になる条件、この前ですね、給料を2倍にするのはあれ簡単だと、それは現在日本が生産力を非常に持ってるってことと、お金を持ってる、この2つがなければもともと給料を倍にすることできないんですけど、生産力があってお金があればですね、そこの国の人たちがよし俺の給料を2倍にしようと思うだけで2倍になるということを前回お話しました。そのためには我々がじゃんじゃん買ってじゃんじゃん捨てなきゃいけない、我々普通の人たちはじゃんじゃん買ってじゃんじゃん捨てなきゃいけない。一方経営をやってる人、会社をやってる人は銀行からどんどん借金してどんどん工場を作んなきゃいけない、工場でもいいしレストランでもいいんですけど、作んなきゃいけないということを説明しました。要するに消費と借金なんですね。これがやっぱり給料を倍にする条件で、それをやれば給料が倍になるかどうかは生産力があってお金があるかですから、全部の条件が日本は揃ってる。つまり現在我々はですね、お金持ちになろうと思ったらなれるっていう状態にあるんですよ実は。ところがですね、それが今できてないわけですよ。それでだん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 所得が減って、まあ所得がだいたい400万ぐらいが平均で、もう300万ぐらいの人山ほどいると、年間ですね。どうしてそんなことになっちゃうのっていうと理由があるんですね。なんで我々がそんなに貧乏なのかと。貧乏な理由っていうのは何かっていうとですね、まずゴミを減らそうとしてるんですよ。これが一番の問題ですね。ゴミを減らすっていうことはですね、買うことをやめるってことなんですよ。いやそんなこと言ったって、買ったってゴミが出ない方法あるなんてケチなこと言う人いるんですけど、絶対そんなことありません。それは物質不滅の法則ってのありますからね。ですから使えばゴミになるんです。そのゴミの形が、まあ空気中に散らばってしまって空気を汚して、それを一生懸命、回収したりするっていうこともありますし、川に流しちゃえば川が汚れるからそれを浚渫してきれいにしなきゃいけないってあるんですけど、それは他人がやるからいいやってそういうんじゃないんですね。要するに、ゴミを減らそうとすれば買う量が減りますから、だからこれはもう買う量が減れば豊かさがなくなり、工場もいらなくなり、経済も収縮します。ですからこれはダメですね。それからもう一つは、借金より貯金をしようとするとこれダメなんですよ。これはね、長らく日本が資本主義じゃなかったですよね。徳川時代とか、これ資本主義じゃないんですよ。資本主義じゃない時は貯金でいいんですけども、資本主義の社会は借金より貯金より借金が大切なんですよ。ところが小学校の先生がですね、まだ江戸時代ぐらいにいましてね、それで貯金しろ貯金しろと、貯金が大切だ、節約が大切だってこうおっしゃるわけですね。みんなもそう思っちゃってるわけですよ。まあ、特に女の人なんかも、貯金が好きな人が、節約と貯金が好きな人が多いんですよね。だけども我々が資本主義社会を選択する限り、これどういう社会を選択したっていいんですよ。共産主義社会とか封建主義社会とか大人様の社会とかやってもいいんですよ。だけども資本主義社会を採用したらですね、貯金は悪であると、借金が善であるということにならないとですね、資本主義社会って成り立っていかないんですよ。ところが今までそういうことはあんまり意識せずにやってきたのは、日本人が貧乏だったから、少しでもテレビを買いたい、車を買いたいってやってたので、貯金する暇がなかったんですよね。でどん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 、テレビを買い車を買ってる間に、日本経済が非常に大きく成長して我々が豊かになったわけですね。給料が倍になったわけですね。ですから給料を倍にするためには、欲しいものを買わなきゃいけないんですよ。現在だったらもう少し大きい家、子供が引かれるようなことのない道路、そういうものをどんどん作ってですね、そして教育施設も良くしてやっていかなきゃいけないんだけど、それ貯金の方がいいと思ってるんですよ。まあこれはこのブログの経済のところで一回やりましたけども、借金が善良であって貯金は悪なんですよ、この資本主義社会ではですね。ですからそこはもうはっきりと分かんなきゃいけないですね。ですから稼いだお金をどっかにしまい込むんですよね、現在の日本人は。だから稼いだお金はどん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 使わなきゃいけないんで、稼いだお金を使って貯金よりか借金をしてゴミを増やしていく。こんなこと言うと、まあこれ聞いてる人も何武田言ってんだって言うんですけど、
資本主義社会っていうのはそういう仕組みを持ってるんですね。でもしも日本がそういうこと、日本人がそういうことをすれば、生産力が、ま、前回に説明しましたように生産力があり、それから、お金がありますから日本は。だから、まあ、皆さんの給料はすぐ2倍になることができるんだけど、それを阻害してるのはゴミを減らそうとしたり貯金しようとしたり、稼いだお金をどっかにしまい込んだりしようとしてるからダメなんですよね。それからもう一つ大きな問題は格差ですよね。社長が1億円、社員は400万円という、この大きな格差がやっぱりダメなんですね。人間っていうのは使う人はですね、社長一人がいくら使ってもダメなんですよ。やっぱり多くの人が使わなきゃいけないんですね。ということは、まあ社長3000万円、社員1000万円ぐらいになるとですね、これは社会が明るくなって、みんなもお金を使う気になるんですね。この前私どっかの本読んでましたらね、ある経済学者が、こういう民主主義でみんなが投票するのに、なんでこんなに社会格差が広いのを認めてんだろうかって言ってましたね。確かに私もそうなんですよ。選挙があるんですから、もう現在の政党なんか選んじゃいけないんですよ。だって現在の政党っていうのはみんな社長1億円、社員400万円なんですからね。民主進党もそうですよ。それはね、どうしてそれがわからないのかってことになりますとね、それはね、政府、経済専門家、メディアの人たちが、まあ、こう言っちゃ悪いんですけど、嘘をつくからなんですね。じゃあ、本人たちは嘘と思ってないんですよ。まあ、国のためと思ったりしてる時があるんですけど、実はね、そういう人たちの平均給与って1650万円ぐらいなんですよね。だからね、年収が1650万円の人がね、社員の400万円の給料を上げようと思いませんよ。だって、自分が1650万円の平均給与を取れるっていうことは、結局多くの人が400万で我慢するから取れるんですよね。まあ、現在の日本の実力ですとですね、まあ、大体社長が、まあ、3000万、一般社員が800万から1000万ぐらいっていうところですね。それ以上はちょっと上げられないと思うんですね。まあ、そのくらいになったらちょうどいいんで、そういうことをする政治家に投票するべきなんですよ。だけど今の政治家は全部自分のことしか考えてませんから、例えば衆議院議員ですと1年の歳費が4000万円、それにいろいろな調査費なんかで4000万円、約1億円の収入があるんですね。だからもう参議院議員なんても笑いが止まんないと6年間ですね、参議院議員に当選すれば、参議院議員はちょっと地味ですけど、だいたい年収5000万になるんですよ。だから年収5000万の国会議員がね、わざわざ400万円の社員の待遇を良くしようとしないんで、で、まあ嘘を言うわけです。その典型的なのが、民進党の野田元首相でしたね。選挙に当選するときは増税なんか絶対しないと。口で言ったものでも政治家は守るけど、物に書いたものを守るって言ってたのに、首相になったら増税したと。本人は衆議院議員ですからね。だものすごい膨大な、お金をもらってるということですよね。だから、まあ、この給料とか、まあ、貯金はうんと3000万円すぐ増えるし、僕らは給料も2倍にできるだけ日本に住んでるのに、国民の方もゴミを減らしたり貯金したり稼いだお金をどっかにしまい込んでるんで、これダメと。それから格差も少なくなきゃいけないのに、社長1億円、社員400万円というのを、1650万円の平均収入を持っている、まあ、いろんな専門家とかメディアがですね、まあ、それをはっきり言わないと、まあ、いうことで、実は我々の給料は本来2倍になるのに、現在のままということですね。私がこう言いますとね、武田が嘘ついてるとこうなるんですよね。だから、矛先が違いますよって言ってるわけですね。矛先がちょっと間違ってるんじゃないですかと。やっぱり我々は豊かな生活をし、のんびりとした自然と親しくね、交わるような家族で楽しく過ごすような、そういう生活をした方が人生はいいと思うんですよね。それをやっぱりそういう生活をしないっていうことは、まあ誰かに騙されてると。それだけの力があるわけだから、給料は増えるんですね。この話を一番最初した時に、私の近い人でまあまあ見識のある人が、
武田先生そんなことありませんよ、給料が2倍にしようと思ったらなるなんてことありませんよって言うから、ちゃんと説明して理解してもらいましたけどね。あまりに先入観が植え付けられているので、江戸時代にいる人に説明してるような感じなんですよ。ですからやっぱりちょっとそれは社会体制にも合いませんので、なかなか難しいということですね。